んじゃったの。喧嘩しながら準備したことも。今思い返せば楽しい思い出です。スーさんと過ごす日々はとても楽しくて笑顔になれる時間がたくさんあります。だけどたまにもうやだとなる時ももちろんあります。私がイライラして怒ってもいつも笑って面白いねと言ってくるから、私もつられて笑っちゃってなんだか怒ってることもどうでもよくなります。そんな優しいスーさんが私は変わらず大好きです。結婚したいと思った理由もたくさんありますが、一番はこの人なら一生笑って過ごしていけるなと思ったからです。二人で楽しく笑顔あふれる人生をこれから先も築いていこうね。とにかく今日はこの結婚式を全力で楽しんで最高の思い出にしましょう。いきのより。
始めてね。もうハゲてる。この2日でもう。雪の思い出としては、とにかく私からしたら可愛いトトロに出てくるあのメイちゃんのような存在で、とても寂しん坊で、それでも強がりで、独創的な感性を持って、いつも男の子の友達をうちに連れてくるような子でした。保育園の時はいつも将来はうちウルトラマンになると。毎日ウルトラマンのビデオを何回も何回も見さされた記憶がございます。でも今は大人になったら、今度はウルトラウーマンのような大きい女の子になったので、私は安心しております。一方ケイイチ君の方はですね、私が聞いた話によると、よく小さい頃にあの家族全員の食事そうめんを作られたそうで、それをなんか一人で全部食べたという、で家族に怒られたっていう経歴を聞きました。でもとても和やかな雰囲気の中で、あのお母さんに育てられて、とても成長されたみたいです。これはやっぱりお母さんに感謝ではないでしょうか。こんなに立派に育てていただき、そして今日からは娘ゆきのも須藤家の家族としてご指導よろしくお願いします。私たち2人は撮影を通して出会い、伊勢神宮までの自転車の旅をきっかけに交際することになりました。交際を続ける中でゆきちゃんの優しさに触れ、疲れて帰ってきた時に作ってくれるご飯はすごく美味しく、心も体も癒してくれます。一緒に過ごす中で意見がぶつかったり喧嘩をすることもありますが、お互いの考えを伝え合い尊重し合える仲になることができました。これからはゆきちゃんと一緒に素敵な家庭を築いていきます。皆様に心からの感謝をさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。